すごい熱。サラ、サラ。おい、つぐみ、医者だ。どっか夜でもやってるとこ。でも、いいのかしら。何が？サラは、普通の人とちょっと違うでしょ。だから。ちょっとって。あ、そっか。サラは半分、キュレーの遺伝子を持ってる。下手に目つけられたりしたら。なら、とりあえず電話だ。あいつのとこへ。あいつ？また面倒かけちまうな。エヴァーセブンティーン、君去るしの地、第2話、梅雨空の歌。すまないな、ユウ。気にしないで。でも、いい判断だったわね。もし大きな大学病院とかに連れて行ったら、厄介なことになってたかも。やっぱり。心配しないで、二人とも。大抵のことはなんとかなる。私と、あの優秀な助手がいれば。助手？準備はどう？全て整っています、田中さん。ありがとう。ソラ！どうして？ソラは今、ライプリヒとは別の製薬会社で働いてるの。だから、無理言って来てもらったの。微力ですが、お力になれると思います。そっか。頼む。はい。解熱剤、効き始めたようです。脈拍安定。とりあえずは、一安心ね。たけし、だらしないわよ。よく言うよ。さっきまで真っ青な顔してたくせに。あ。じゃあ、ソラ、一応検査しておきましょうか。はい。検査？このままでも大丈夫とは思うけど、念のためね。準備 OK です。LMRI でスキャンしたデータは、ホログラムで立体表示。同時に最適な回復プログラムの割り出しを開始します。体内に傷がないかもチェックしておきましょう。データ集積後、再構築。欠損、異常箇所がないか確認して。わかりました。おい。なんか大げさだな。万全を期してるだけ。後でまたこじらせたりしたら困るでしょ。ああ。スキャン開始します。スキャン完了。データウィンドウ展開します。え、これはなんだよ、まさか、なんか。ポルターウイルスキャリア。嘘。ちょっと、ユウ。あ、ごめん。そんな大したことじゃないから心配しないで。脅かすなよ。何なの？そのポルターって。10年ほど前に、東南アジアで発見された熱病のウイルス。間違いなく、発熱の原因はこれなんだけど。ソラ、抗体は作れるわよね。該当ストックなし。でも、プラットフォームは整っています。生成を指示。抗体完成までの所要時間は、約5分。松永さんの体質から予測される副反応はなし。大丈夫です。そうか。しかしこれじゃ、サラより先に、俺の方が参っちまいそうだ。ねえ、ユウ。何？あなた、ウイルスを見つけたとき、嘘って言ったわよね。ええ。どうして？このポルターウイルスはね、
もう絶滅したはずのウイルスなの。え、なん？絶滅？そう、自然宿主の生物が死滅したことで感染者も減少。2年前に WHO が根絶宣言をしてるはず。間違いありません。正確には700と12日前に世界根絶宣言が出ています。そんなものが、なんでさらに？だから驚いたのよ。いずれにしろさらにはもう何の問題もないんだよな。ええ、それは保証するわ。ならまあ、そうだ、つぐみ。何？北斗に電話しといた方がよくないか？あいつもきっと。そうね。あ、つぐみ、ここは一応。わかってる。外でしてくるわ。そろそろかしらね。お、抗体できたみたいです。田中さん、投与しますか？どうする、クラナリ？つぐみが戻ってくるまで待つ？いや、やっちゃってくれ。早い方がいいだろう。そうね。じゃあソラ、お願い。はい。しかし、あのおてんば娘もこうなっちまうとな。もう少しおとなしくしててもらう？冗談、俺は賑やかな方がいい。投与完了です。サンキュー、ソラ。そんな、お礼なんて。タケシ、北斗には先に寝てていいって伝えておいたわ。そっか、こっちももう全部済んだ。俺たちはここに泊まりかな。そうね。ソラ、お疲れ様。あなたはもう帰っていいわ。え？ソラは家遠いでしょ？それに明日は会社もあるだろうし。でも気にしないで。さすがにこれ以上は。悪かったな、ソラにまで迷惑かけて。感謝してる、クラナリさん。もしさらにもしものことがあったら、俺もつぐみも。なんか情けないな、俺。それでは失礼します。ええ、また。はい、皆さんお元気で。よう、ソラ。あ、カブラキさん、どうしてここに？言うから聞いて、様子を見にな。で、どうだった、ソラは？はい、もう平気です。明日には回復するかと。そうか。にしちゃ、なんだその顔。え？喜んでる顔にはとても見えないけど。あ、これは。クラナリさん、少し変わっちゃいました。変わった？はい、その、うまく言えないんですけど、もうお父さんなんだなって。いろいろ話しかけてくれるんですけど、前となんかこう違ってて。だからどうだっていうわけじゃないんですけど、ただもう届かないかなって。まあ仕方ないだろう。何もかも望みが叶うわけじゃないですね。どうあがいたって終わっちまうもんもある。カブラキさん。なんでもないよ。だってその腕。さっきちょっとゴロツキと揉めちまってな。治療は？必要ねって。じゃあな。あんまり無茶は。早く帰って休めよ。明日があんだろ。
カブラキさん。はい、クラナリ。お、サンキュー。まだ暑いから気をつけ。あちち。もう。ユウ、さっきの話、もう一度聞かせてくれる？さっきのって？絶滅したウイルスの話。ああ、うん、そうね。滅びたはずのポルターウイルスが滅んでいなかった。これはもう認めるしかないと思う。でも気になるのは、そのこと自体より感染経路の方。一体どこでサラはあんなものを。レミュー。え？レミューで感染したって可能性はない？もしかしたらレミューの最下層 EBF にそのウイルスはあったのかも。サラはずっと感染していて、それが今になって。多分そのせいはないと思う。どうして？サラはレミューには行ったけど EBF までは降りてないでしょ。クラナリア北斗ならともかく、サラだけってのはやっぱりおかしい。でも17年前は、ポルターはティーフブラウと違って空気感染はしないウイルスなの。潜伏期間もとても短いから、今になって発病するっていうのはちょっと考えにくいわ。じゃあレミューとは無関係？断定はできないけど、そう考えちゃっていいと思う。うん。ねえ、タケシはどう思う？あ？ちょっと聞いてた？って、どこ見てん？あ。よかったよな、本当に。そうね。この寝顔、少しつぐみに似てるかな。そう。そう、じゃあマヨは。うん、何の心配もないって。お父さんとお母さんは一応朝まで付き添うみたいだけど。よかった。僕たちもそろそろ寝る？こっちが体調崩しちゃ元も子もないし。そうね。じゃあおやすみ北斗。おやすみユウ。さてっと、あれ、またユウかな。あ、違うや。もしもし、お母さん？今ユウと。どうしたの？何かあったの？お母さん、泣いてちゃわかんないよ。お母さん、お母さん。次回予告。暗闇を照らした光は一瞬の幻。絶望が再び牙を剥く。お母さん、ほら、手を。北斗、かけ違えたボタン。見を過ぎた夢の代償。雨は刃となり、私の心を裂いていく。サピエンスキュレー。おい、つぐみ、今なんて。次回エヴァーセブンティーン君去りしの地第3話、欠けていく月。サラ、あなただけは何としても。